プロコピオス・アンテミウスは西ローマ皇帝。東ローマ皇帝レオ一世の指名によって西ローマ皇帝に即位したアンテミウス・ミカドは帝国が直面していた二つの軍事的脅威に対処しようと試みた。東西両帝国共同で北、アフリカを支配する強大なガイセリック王のバンダル族を攻撃するが惨敗に終わり、ついでピレネー山脈にまたがる領域を占拠する。 エウリック王の西豪都族を攻撃するもこれも失敗した。アンテミウスミカドは西ローマ帝国の実力者であるリッキメル将軍と権力争いを起こし敗れて処刑された。アンテミウスは東ローマ帝国において文武両館の行為を与えられてきた著名な家門プロコピア家に属していた。母は四十六年に東方民政総督を務めたフラウィウスピリップスの 彦にあたり、母方の祖父は404年から415年に東方民政総督を務め、405年には失政官に選ばれたフラィウ,ウス・アンテミウスである。彼の父は422年から424年に東方軍区長官を務めたプロコピウスであり、バレンステイに対する戦勝皇帝、プロコピウスの後営にあたる人物であったがおり、このプロコピウスが、 東方軍区長官を務めたプロコピウスの父である。故に、アンテミウスはプロコピウス直系の彦となる。アンテミウスは420年頃にコンスタンティノープルに生まれ、長寿てアレクサンドリアに渡り、シンプラトン主義の哲学者、プロクロスのもとで学び、同門にはマルケギヌス、プーサイルース、セウェルスそしてパンプレピウスがいた。453年に彼は、 東ローマ皇帝マルキアノスの王女、マルキア・エウフェミアと結婚した。この結婚の後に彼は特軍に昇格し、四百五十三年の紛王、アッティラの死後、後輩するに任されていたダーヌビアン辺境地域の防衛戦再建に派遣された。四百五十四年に彼はコンスタンティノープルに召喚され、四百五十四年か四百五十五年にパトリキウスの称号が与えられ、 定員2名の東方軍区長官職の一人に任命された。455年に彼は西ローマ皇帝ワレンティニアヌス3世の同僚失政官たる名誉によくした。マルキアヌスミカドの巫女との結婚、軍の養殖への昇進、パトリキウスの称号そして軍職の最高位、西ローマ皇帝の同僚たる失政官職といった一連の名誉ある出来事は、 マルキアヌスミカドがアンテミウスを東西いずれかの時期、ローマ皇帝候補としていたことを示唆する。この過程は6世紀の歴史家、ヨハンネス・マララスが、マルキアヌスミカドがアウィトゥスミカドの次の西ローマ皇帝として彼を指名したと誤って記述していることによっても補強される。456年10月に西ローマ皇帝アウィトゥスは廃位され、マルキアヌスミカドはおそらくは、 アンテミウスをその後継者にしようと考えたが、457年に1月に彼を同僚皇帝に指名する前に死去してしまった。この結果、両帝国の皇帝が空位となり、西帝国では二人の将軍、リキメルとマヨリアヌス、東帝国ではアラン人のマギステル・ミリトゥアスパルガオノーの実権を握った。蛮族出身で皇帝に即位することはできない。アスパルは、 高い権威を持ち自立して行動しそうなアンテミウスの即位に反対し、より低い階級の軍人レオを皇帝に選出させた。西帝国でも蛮族出身のリキメルは即位できず、真を受けたのはマヨリアヌスであった。アンテミウスは軍務長官となり新帝レを一世に使え、国境を脅かす蛮族から帝国を守る任務に就いた。460年頃に彼はバラミール率いる。 東郷土族とイルリクムで戦い勝利した。466年から467年の冬には、ドナウ川を渡りダきアを荒らしたオルミダク率いる、紛族を撃破している。セルディカを占領した襲撃者たちは、アンテミウスに包囲され、上に苦しんだ、紛族が町を出て、野戦を仕掛けた。紛族出身の騎兵指揮官の裏切りにもかかわらず、アンテミウスの不評部隊がこれに打ち勝った。 オルミダクが降伏を申し出ると、アンテミウスは逃亡兵を引き渡すよう要求した。新たに選ばれた東ローマ皇帝レオ一世にとっての最大の対外問題が、バンダル王ガイセリックの存在と、イタリア沿岸部への彼らの襲撃であった。465年にリウウス・セウエルス帝が死去すると、西ローマ皇帝は空位となった。ガイセリックはオリブリオスを皇帝候補に推しており、 オリブリオスとガイセリックの王子フネリックは共に、ウアレンティニアヌス三世の巫女を妻としていた。オリブリオスが西ローマ皇帝になれば、ガイセリックが西帝国の実権を握ることになりかねなかった。レオ一世は、ガイセリックをラベンナの西の宮帝からできる限り引き離すことを望んでおり、リウィウスセウェルス帝の後継者選定を引き延ばした。レオ一世に圧力をかけるべく、 ガイセリックは、シチリアやイタリアだけでなく東帝国の領域にまで襲撃を広げ、イリュリクムやペロポネソス半島、ギリシャの一部の住民を略奪して奴隷に売っており、レオ一世は行動を起こさざるを得なくなった。レオ一世は、アンテミウスに、イリュリクム軍区長官のマルケリヌスと彼の軍隊をつけて、イタリアへと送り込んだ。六十七年四月十二日に、アンテミウスは、 ローマから20の30マイル離れた場所で皇帝たるを宣言した。アンテミウスミカドの選出はコンスタンティノープルでも祝われ、ディオスコロスが賛辞を送った。東ローマ帝国との関係東ローマ皇帝レオ一世。アンテミウスミカドの知性は東ローマ宮廷との良好な関係に特徴を付けられ、例えば東ローマの法令はアンテミウスミカドを。 最後の西ローマ皇帝であると記録している。東西両宮廷は、毎年の失政官選出で、友町を行い、2名の失政官のうち1名は、相手方宮廷の指名したものを受け入れた。468年の即位初年は、皇帝が失政官になる慣例に従い、アンテミウスミカドが栄誉ある、単独失政官を務め。翌469年の失政官は1名が、 アンテミウス・ミカドの巫女、マルキアンが務め、もう一名には、レオ一世の義理の息子のフラウィウス・ゼノンが就任した。470年は、アンテミウス・ミカドと同門で旧友のセウェルスと、東方軍区長官のヨルダネスが失政官となった。471年は、レオ一世がイタリア民政総督のプロビアヌースを同僚とする四度目の失政官に就任している。 この年に両皇帝は婚姻でも中退を強め、アンテミウス・ミカドのミコ、マルキアンと、レオ一世のオ女ジョレオンティアが結婚した。翌472年に、ミコ、マルキアンは二度目の執政官に選ばれ、この時は東宮廷の使命によるものであった。アンテミウス・ミカドの婚姻政策には、唯一の娘アリピアと、西帝国における有力者である。 軍務長官リキメルとの結婚も含まれていた。467年末にローマへ到着していた詩人シドニュースアポリナリスは全ての社会階層がこの結婚を祝福していたと述べているが彼はまた神父のアリピアが夫となった蛮族出身のリキメルを好んではいなかったともほのめかしている。バンダル族との戦争をバンダル王、ガイセリック北アフリカのバンダル族 467年後半にアンテミウス・ミカドは、マルケリヌスを指揮官とする西ローマ軍を編成させ、バンダル族に対する戦争を仕掛けたが、悪天候によって、作戦を終える前に艦隊が引き返さざるを得ず、失敗に終わった。468年、東ローマ皇帝レオ一世そして、西帝国のアンテミウス・ミカドとマルケリヌス将軍による大規模なバンダル王国攻撃が計画された。 総司令官は、レオ一世の議定のバシリスクスが務めた。東西合同軍を輸送するための大艦隊が編成され、その戦費のほとんどは東帝国が負担したが、西帝国の財務も相応の負担をしていた。作戦は、エジプト軍区ク,ク軍のヘラクリウスがトリポリタニアを制圧するとともに、マルケリヌス将軍の西ローマ軍がサルディニア島を確保し、 そして1013隻の船団によって運ばれるバシリスクスの東ローマ軍本隊10万がカルタゴへ上陸することになっていた。だが、カルタゴ近くのボンミサキ半島まで到着したバシリスクスの船団はガイセリックの偽りの降伏申し出によって急戦を受け入れてしまい、その隙をついたバンダル軍の河川攻撃によって船団の半数を失う大敗を起死した。バシリスクスは コンスタンティノープルに逃げ帰り、マルケリヌスは部下に暗殺された。レオ一世はガイセリックとの単独講和を決めた。アンテミウスミカドは同盟国を失い、この作戦の失敗によって帝国の国庫も急防しており、アフリカ奪回を諦め、帝国にとっての第二の問題である、西方領土の確保に取り組むことになり、その目標は西豪都族であった。 西豪都族との戦争西豪を、エウリック北アフリカでの壊滅的な敗北の後、アンテミウスミカドはガリア再征服に方針転換した。野心的なエウリック王をいただく西豪都族は西帝国の政治的な不安定をついてその領土を参拝していた。エウリック王の勢力圏はガリアの帝国領のいくつかを本土から分断していた。 南ガリアのアレラーテとマルセイユは依然として帝国の統治下にあったが、アベニアは孤立化して、ハテイ・アビトゥスの子のエクリキウスが支配しており、後にソワソンカンクと呼ばれる帝国残存地域はさらに北方にあった。470年、アンテミウスミカドはエウリックと戦うためにアルモリカに住むブルトン族を雇い入れた。当初、ブルトン王リオタムスの2万人の軍勢は、 ウールジュの占領に成功した。だが、西ゴト族領域の中心部に攻め込み、デオルの町を攻略しようとしたとき、ブリトン族は西ゴト族の大軍と戦い敗北した。リオタムスは、ローマの同盟部族であったウルグント族の元へと逃れた。このため、アンテミウスミカドは西ゴト族を直接攻撃することに決めた。彼はミコ、アンテミオルースを、 名目上の司令官とし、トリサリウス将軍、エベルディンゴス将軍、そして、ヘルミアヌース将軍に軍を招集させた。アンテミオルウスの軍は、アレラーテを出立してローヌ川を渡ったが、ここでウリックの西ゴート軍に迎え撃たれた。西ローマ軍は敗北して、将軍たちは戦死し、周辺地域は略奪された。内政アフリカの支配は失われ、西方諸州の支配も、 不安定なものになっていたが、アンテミウス・ミカドのイタリア支配もまた、反対勢力によって脅かされていた。彼は、東宮廷から東ローマ皇帝によって選ばれたギリシャ出身者であり、これに加えて、異教徒ではないかと疑われてもいた。元老院階級からの支持を得るためにアンテミウス、ミカドは、イタリアやガリアの支配階層に、パトリキウスの称号を乱発した。彼は、 東帝国では一般的だった市民へのパトリキウス称号の授与を行い非常に多くの貴族階層にもこれを与えたために称号のインフレ状態になっている新たなパトリキウスにはロマノスやセウェルスといったイタリア人元老院議員もいたがこれまでの慣例に反してガリア人元老院議員や顕著な経歴のない者に与えておりその中には マグナス・フェリクスやガリア人の詩人のシドニウス、アポリナリスがいた。シドニウスが、領民の誓願を携えて、ローマを訪ねた際に仲介者の執政官バシリウスが、468年1月1日に開かれるアンテミウス・ミカドの執政官就任式のための招子を披露するよう進めた。皇帝はこの詩人を称え、 パトリキウスの称号と元老院の第一人者の階級を授与し、これまでイタリア人貴族のための官職だった首都長官職のさえ与えようとした。シドニウスは西郷都族と通謀した疑いで死刑を宣告されたガリア民政総督アルーアンデスの原型を取り成している。両帝国の良好な関係はプロパガンダに用いられた。アンテミウスミカドはメディオラヌムラベンナそして ローマに造幣書を有しており、統一を示す二人の皇帝が手に手を取り合うソリドス金貨が発行された。アンテミウスミカドが宮廷をローマに再建したため、ローマの造幣書が他の二つよりもより一層重要になっている。いくつかの貨幣は皇后、マルキア・エウフェミアの名が刻印されており、ソリドス金貨の中には二人の皇后が描かれているものもあり、これは 王女アリピアの結婚式に際する、元のされる。コンスタンティノス一世によって造営された、旧聖ペテロ大聖堂。472年にアンテミウスミカドは、リキメルの支持者たちから逃れるために、ここへ避難した。当時の西ローマ宮廷における最有力者は、アウィトスミカドとマヨリアースミカドを配位し、先帝リウィウスセウェルスを擁立した、軍務長官リキメルであった。 東ローマ宮廷によって指名されたアンテミウスミカドは王女アリピアをリキメルに嫁がせて結びつきを強めたものの両者の関係は良好なものにはならなかった。リキメルはアンテミウスミカドをつまらぬキリシャ人と呼びアンテミウスミカドはリキメルをボーンの男とのった。両者の不和の臨界点はイタリア人の元老院議員でパトリキのロマヌスの裁判であり リキメルの支持者であった彼は470年に反逆罪で告発され死刑を宣告された。ロマノスが処刑されるとリキメルは対バンダル戦のために集めていた6000人の兵士を引き連れて北へと向かいメディオラヌムに入った。アンテミウスミカドとリキメルの両派は小競り合いを繰り返したがパビア市教エピファニウスの調停により1年の休戦に同意した。 472年初頭に内戦は再開し、アンテミウス・ミカドは病人を装って、セーペテロ大聖堂への避難を余儀なくされている。東ローマ皇帝レオ一世は、オリブリオスを、両者の朝廷のために派遣したが、ヨハンネス・マララスの年代記によれば、同時にレオ一世は、オリブリオスを殺害するようアンテミウス・ミカドに思想する、密書を送っていた。この密書を手に入れたリキメルは、 オリブリオスに見せた上で、彼が皇帝であると宣言した。内戦が本格化し、ローマ市民とき、リキメルはアンテミウスミカドをローマ市内に封じ込め、包囲戦は5ヶ月に及んだ。市内に侵入したリキメルの軍は、テベレ川の船着き場とパラティーノとの分断に成功し、皇帝の支持者たちは上に苦しめられた。両派ともにガリアに援軍を要請したが、 ブルグント族のガリア軍区長官グンドバトは、おじにあたるリキメルの側に着いた。アンテミウスミカドは、ゴート族のジリメールをガリア総督に昇格させて、皇帝派の軍隊を率いて、ローマへ入場させようとした。ジリメールは、ローマに入場できたが、リキメル軍がアイリウス橋とハドリアヌステレービョを、通ってテベレ川を越え、市内中心部へと突入しようし、これを防ぐ戦いで、 ジリメールは戦死している。外部からの援軍の望みは断たれ、食料も欠乏していた、アンテミウスミカドアナを戦うべく、兵を再集結させようとするが、彼の軍隊は、敗れ、大勢が殺害された。皇帝は、物乞いに変装して、聖ペテロ大聖堂に逃れたが、ここで捕らえられ、472年7月11日に、軍土場と、または、リキメルによって斬首された。 リキメルはアンテミウスミカドの死からほどない8月18日に急死し、リキメルが擁立したオリブリオスミカドもまた10月23日に短い治世を終えている。その後の西ローマ帝国は短命の皇帝の配立が相次ぎ、最後の西ローマ皇帝、ロムルス・ワウグストゥルスが配位されるのはアンテミウスミカドの死から4年後の476年のことであった。 アンテミウスミカドの自責に関する資料は5世紀の他の西ローマ皇帝と比べて豊富である。これは彼がコンスタンティノープル出身であり、東ローマ宮廷の資料が後世にまで残されていたことによるものであり、これに加えてガリア系ローマ人の詩人シドニウスアポリナリスが468年1月1日に披露したアンテミウスミカドへの少子からも、 彼の経歴を引き出すことができることによる、ありがとうございます。